こんにちは。こんにちは。じゃあまあプロ野球のね存続ということはまあちょっとさておき、はい、女子プロ野球選手ってどういう生活を送ってる？一日の生活って。朝だいたい、まあ、みんな7時過ぎぐらいにグラウンドに着いて、まあ、7時って朝。はい。めっちゃ早くない？早いです。早朝ゴール、あ、ゴールじゃない。早朝野球みたいな感じだね。そうですね。で、一応みんな自主練というか、うん、朝やってから大体8時に全員集合して、うん、で8時だよ時代がね、全員集合って言っちゃいましたね。今全員集合して知ってます、知ってます、知ってる。ちょっと言ってよ、その時ね。ちょっと恥ずかしくて恥ずかしかったプロ野球選手ですから俺だってそうだね。もっと、あ、そう、もっと、まあ、俺はもう完全に捨ててるけどねそんなことはないですけど、うん、それでで、8時からアップ開始して、で、大体12時ぐらいまで練習して。結構長いね。長いです。何やってんの？まあ、それは男と一緒？あ、一緒だと思う。例えばアップやって、はい、キャッチボールやってみたいな、はい、そうです。で、ノックやって、バッティングやって、うん、で、またその時間が余るというか、時間早く終わったら自分の中でこう練習したり、メニュー、自主練の時間だったりとか、まあ、試合が近かったらチームの中での課題をその後にやって、だいたい12時過ぎぐらいですかね、まで練習やって、うん、昼食か夜どっちかを、どちらかを、ご飯提供してもらっているので、まあ、みんなでご飯を食べて、でそこから3時前ぐらいに事務所で出ること。何やんの事務所？事務所ってなんだよ結局そもそも。アストライア球団の事務所、うん、まあ、スタッフとかもいるんですけど、うん、で、まあ、試合に来ていただくようなこうなんかアイディアをみんなで出し合ったりとか、まあ、パンフレット作ったりだとか。そうですね、まあ、装飾物というか試合が近ければそういったものをみんなで作ったりとかですかね。あとはそれプラス野球教室と。でも野球教室っていうのは毎日ないよね。毎日はないですね。そうだよね、はい、なので基本的に事務所にいるときは試合にこう来ていただくための案をみんなで一緒に考えてます。その中の案ってどんなものがあった結局みんなお菓子食べてるだけじゃない？そんなことないです。なんかガールズトーク、ガールズトークもたまに挟みながらこうでしょ。そのあそこのさ、ベンチ上にいたさあの男キモくないとか。そんなこと知らん。そんなやっぱり野球のトークはでも多いです。多いよね、どちらかというと。まあまあそれはそうだよね。とかやっぱり試合のスコアシートを取ったりしますし、あとは試合ごとにテーマを私たち結構決めたりするんですけど、うん、まあ、そのテーマ決めじゃないですけど、うん、そういったものをやってます。うん、それでまあ夕方までそれやって。そうですね。で、大体6時ぐらいまでやって、でそこからもうフリーというか。みんな寮なの？寮じゃない？寮ではないですね。一人暮らしです、ね、してるんだ、はい、じゃあ夜は自炊？自炊です。それが食べに行ったり。そうですね。だから男を捕まえてですね、ご飯一緒に行こうみたいな。中にはいるかもしれない。あ、私はちょっと恋愛事情ってどうなってんだよ恋愛事情ですか？いや、それはみんな聞きたいと思うよ恋愛事情。例えば、はい、俺らね、プロ野球選手で、はい、まあ、たまたまファンだったって他で会うとね、いいんだけど、球場でファンですとか言われたらなんかちょっと怖いなっていうような感じがするわけ。あ、確かに。それはある。そういうのはあるよね。やっぱりちょっと一応というか女性なので、うん、一応一応ではないです女性です。一応じゃなくて、そうなんですけど、でやっぱりちょっとこうパッて来られるとパッて怖いなっていうのはたまにありますね。どういう職種の方と皆さん付き合ってるんですか、相手は。どうなんですかね、うん、やっぱりスポーツしてる人が多いんじゃないですかね。スポーツつながりというか。あ、じゃあなんか合コンとかあるの？合コンはありないんじゃないですかね。ないの？例えばどこかのチームと、男子チームと合コンするとか。やってみたいですね。やってない。合コンしたことあるでしょ、でもそうですかね。なんかね、例えば知り合いの紹介でご飯行ってそこで出会うとかですか？
っていう人もいると思います。いやでもさ、知り合うチャンスってそんなないでしょ。ないです。だから本当になかなかないです。彼氏はいるの？いないです。あ、いない、本当にいないの？本当にいないです。でも今まで付き合ったことあるでしょ？はい、あります。あります。あるでしょ。その人はどういうふうに知り合った？あー、大体高校とか大学のつながりというかの、うん、まあ、生き方だったりとかバイト先とか、大学の時バイトして、バイトしてた？どんなことしてた？結構私やってて、転々としてたんですけど、ラーメン屋さんとか居酒屋。こうなんかスナップ着たやつ、湯切りが得意そうだよな。一応それできなくて、あのホールでした。ホール、あの接客の方でした。そうですよね、女の子なかなかホールで。いや、湯切りやらしたらお前手首着たらあれよ。それでほら怪我しちゃったな。いやでも一回やりたくて、こう料理とかをやって、うん、やるためにキッチンで入りたいんですって言ったんですけど、キッチンはちょっとって言われました。やらせてもらえなかったです。やけどさせたら困る。いやいやいや、まあね、大切な。いやでもなんかその料理ができるようにと思ったんですけど。料理できるでしょ。簡単なものはできます。白銀ぐらい切れるでしょ。白銀、白銀知らないの？もう山口県で白銀知らないやつっていないよ。本当ですか？かまぼこ。あ、かまぼこ、かまぼこ有名でしょ、山口県。有名です。の中の種類の白銀ってある。世代ですかね、これは。いや、世代じゃないよ、お前。はてなって感じ。え、河原そば知ってるか？知ってます、知ってます。あ、今度いい店紹介するよ。山口県の。これ何ですか？いや、だから、あ、こうやってやっぱりこう、中を深めて。そうそう。いや、それで、なんていうの、その、頼りになる双子がいるから。お姉さん、41の双子が、綺麗なお姉ちゃんが、それがやってんの。あ、だから可愛がってもらったら、すごくよくしてくれるから。ところで、一回、ゆたかさんと一緒に山口に行かないといけない。違う。東京だから。ああ、うん、じゃあね、お酒飲める？あ、飲めます。あ、結構好きそう。獺祭、獺祭は頼むなりします。山口県のお酒だよみたいな。はい、言ってるじゃんと。山口県、ね、結構みんな結構知ってる方も知ってるよな。結構強そうだな。いやーって言われるんですけど、多分普通です。まあ女性の普通ってザルに近いからな。あと、この前インスタグラムのストーリーで質問を募集していて、それを私ちょっと見て、あ、なんか女性だなと思ったの。温泉に。もうちょっと待って、はい、女性だなって、お前女性だな。女性かわいらしいなって。ほら、やっぱりほら、ピッチャーなので、投げるときはすごいじゃないですか。でもそれ離れると、やっぱすごいかわいらしくて。当たり前だよ。だから温泉とか行きたいなとか。あとゴルフも始めてみたいとか。はい、ゴルフやる？ゴルフ打ちっぱなししかやったことないんですけど。飛ぶだろ。いや、まだそこまで。うまくできなくて、ちょっと上手になりたい。いや、でも絶対うまくなると思う。もう連れてってやって。やったー。そうか、こうやってあれなんですね、付き合っていくんですか、人ってだんだん仲良くなって。いや、大体普通そうですよ。でも、まずね、世の中でこう、まあ、初めて知り合ったっていう体だったじゃない。でも山口県で会ってる、え、そうなのっていうことから始まり、山口県出身だってあるじゃん、でゴルフやりたいって、で獺祭飲む。もう共通点5つあったらもう結婚していいっていうような感覚になるんだから。人って。あ、そうか。で多分、まあ、ちょっと結婚してもいいかなと思ってるよな。思ってないか。はい、それで、まあ、それで温泉何？温泉もなんか行きたいなみたいな。温泉ね。プライベートで温泉とかね、ま、行ったことない？あるでしょ。温泉は、はい、好きで一回バイトもしたことあって。え、何？温泉のおかみ。サンスケ。なんでこう時代を感じるんですか、それ。サンスケって知らない？何ですか？いや、サンスケって昔お風呂場にいて、男が、あ、旦那、お皿流しましょうかみたいな。あ、ちょっとよろしくねみたいな。うん、こうやって背中流してる。磯崎さんがいきなり旦那って言って入ってきたらおかしなことになるでしょ、みんな。喜ぶんじゃない？喜ぶけど、じゃあ、サンスケではないですけれども。で、温泉行きたい。はい、そうなんです。岩盤浴とかが好きで。あー、いいですね。まあ、サウナ系、汗かく系が好きなんだな。そうですね。そうだな、はい。他の質問は、髪の毛がめちゃくちゃ綺麗ですねっていうのを。髪の毛売りだろう、ちょっと。そんなこともない。いや、絶対そうだよ。ほら、プロフィール写真とかさ、いろんな写真、こう髪の毛をこうやって帽子から出してんの。うん、
ちょっと意識してるな。いや正直してないですよ。してないです。髪の毛には厳しいですか。髪の毛には厳しい。そうですね。そうですね、じゃないの、ほんま。いや、結構こだわりあったはずだよ。いや、でも。でも普通だったら、バサッと切るよね。切れないんですね、それが。だからそれは女性だからさ。そうです。だそうだよな。わかるわかる。切る勇気が。女性捨ててる人もいるもんな。もう野球やってる間はもう私は野球みたいな。そうですね、ちょっと邪魔になるっていう子もいますね、ね、やっぱり、うん、あとは変化球何投げてますかっていう質問もあったんですよ。いや、だって特殊なカーブがあるんだもんな。あ、そうですね、ちょっとゆるい。なんて呼ばれてたんだっけ。ナイアガラカーブ。ナイアガラカーブ、かっこいい。めちゃめちゃかっこいい名前をつけてもらいました。もうすごいよ、滝のように落ちるんだから。すごい。やっえ、どうやって投げて。もう抜くだけなんですけど。抜くだけ。なんでそこがおかしいんだよ。俺の頭見て抜くだけなんですけど。ね、髪の毛の跡だったんで。そう、あと抜くだけじゃん、ね、あとは抜くだけ、あとは剥げるだけみたいな感じだね。そうなんですね。何こう、どういう風な抜き方するの。なんか こうじゃなくて、このままもう。あ、こうか。これ肘くるだろう。肘くるんですか。あ、これはくるよ。だってこのまま抜かなきゃいけない。こういう抜けないでしょ、こうやって、ね、こう投げた後こう肘がこうなるでしょ、はい、そしたら抜けるじゃない、はい、こうやって抜くと肘にもろくるよ。なんかカーブだけが一番痛くなくて。マジか。なのでその手術した時もまっすぐが最初痛くて、カーブだけが唯一痛くなくて、うん、それが結構良かったというか、あのやっぱりカーブを生命線じゃないですけど、カーブ投げられなくなったらどうしようっていうのがあったんですけど、うん、カーブが痛くなくて逆に投げれてたので、うん、負担きてないって勝手に思ってました。いや、負担はくるよ、この投げ方は。ダーツとかもやってる。ダーツは得意だ。あんまりやったことないですけど、何回かは。どんな遊びしてたの。遊び、え、なんかみんな野球みたいな感じでした。やっぱプロ野球も見るの。たまに見たりします。でも私はどちらかというと見ない方に入るんだと思います。ジャニーズ。いや、ジャニーズも。何が好きなのテレビの中で、うん、誰の、例えばファン。ファン、男子のそのプロ野球選手とか。いや、そうじゃなくて、もう、まあ、全てみたいな。テレビ出てる人、まあ、菅田将暉さんが好きとか、小栗旬さんとか。ああ、確かに返せなかった。オフですよ。まあ、イケメン好きか。そうですね。ダルビッシュ投手も好きですね。そうそう。わあ、ダルビッシュに会いに行ってくれたら、ね。ああ、すごい。だけ。なんで言うのね。まあね。年がね、結構は、あれ、いくつ離れてるんですか、磯崎さんと上川さんって。で、長男と一緒だよ。99年、91年前でしょ。はい、そうです。あ、じゃあ一緒だよ。長男と話してるような感覚ですか、そしたら。俺が、うん、あ、そうそう。だから娘がいたらこんな感じなんだろうなと。なんでしょうね。こんな親父どう。いいです、はい、楽しいです。